生山博とは、大阪府大阪市出身の元プロ野球選手、野球指導者、宇藤良だ。NPB では、育成選手であった。大阪府立天王寺高等学校卒業後、教師を目指して、大阪教育大学を受けるも、不合格。一浪して、再度受験するも、不合格で、芸人を目指すことも視野に入れて、 近畿大学文芸学部、芸術学科演劇芸能専攻演技コースに入学。講義時間の関係で、公式野球部に入部できず、2部の準公式野球部に入部。その一方、創部したばかりのクラブチーム、ヤオベースボールクラブに1期生として入団し、大学とクラブチームを掛け持っていた。大学は2年で休学し2007年に四国、アイランドリーグ、 香川オリーブガイナーズに入団。2年間での出場試合数は公式戦の6割程度であったが、俊足高打を持ち味とし50メートル走は5秒9だった。2008年10月30日のドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズより、育成選手枠で指名された。2009年は2軍で2試合の出場にとどまったが、年々出場機会を増やした。 2012年は87試合に出場したが、支配下登録されることなく、10月7日付で戦力外通告を受けている。ウェディングプランナーに転職したが、2015年限りで退職した。2018年、四国アイランドリーグプラスが選手のトータルキャリアサポートのために設立した四国アイランドリーグプラスキャリアデザインセンターの代表に就任。 2020年12月21日、古巣である香川オリーブガイナーズのヤシコーチに就任することが発表された。就任後の2021年、香川は前期優勝を達成し、攻撃面の特徴とされた積極的な走塁には、生山の指導も寄与したと評された。後期は苦戦したものの、コーチファイティングドッグスとのチャンピオンシップを制して3年ぶりに、 年間総合優勝を勝ち取り、生山の高知業について、監督の近藤智勝は、思い切った走塁ができる状況を作ってくれた。選手に寄り添い、コミュニケーションもよくとっていたと述べている。シーズン終了後の11月17日、今シーズンの契約期間満了をもって対談することが発表された。退任を伝えた四国新聞記事では、選手育成のほか生山が、 SNS からチームや独立リーグについての発信を行った点をグラウンド外での貢献度も大きかったと評価する内容が記された。ありがとうございます。